賢くメタンです。マカロモンだぞ。今日はこのニュースを紹介します。中村敬斗、日本人初となる欧州主要リーグで5試合連続ゴール達成。伊東純也のクロスをヘッドで叩き込む。負け試合だと喜びづらいのだ。20日に行われたリーグアン第8節でスタッドランスは敵地でオセールと対戦。開幕戦以来負けなしと好調のスタッドランスは両翼に中村と伊東純也を配置。一方のオセールではオナイウアドーがベンチスタートとなった。試合は序盤からスタッドランスがチャンスを作っていたが、16分にシナリーディオマンデにネットを揺らされ先制点を許す展開に。昇格組に先制されたのだ。36分に与えた PK は守護神イエヴァン・ディウフがストップしたものの、56分にハメド・トラオレに追加点を奪われて2点を失う苦しい状況に追い込まれる。ワンタッチ目が絶妙だったのだ。スタッドランスは最後までゴールを目指して攻めに出ると、後半アディショナルタイムに1点を返すことに成功。右サイドの伊藤が大きなクロスをボックス内へと上げると、飛び込んだのは中村。5試合連続&今季リーグ戦5ゴール目となるヘッドを叩き込んだ。5試合連続ゴールおめでとうなのだ。しかし反撃はここまで。スタッドランスは1対2で今季2敗目を喫した。なお中村は日本人初の快挙となる欧州主要リーグでの5試合連続ゴールを達成。日本代表としても14日のオーストラリア戦で同点弾を導くなど素晴らしい活躍が続いている。欧州5大リーグ日本人記録更新なのだ。あっさり更新しちゃったわね。純也に木からのクロスだったのだ。兄弟の絆を感じるわね。試合に勝てればもっと良かったのだ。ご視聴ありがとうございました。